テリオサラ向かって収まります。係員が離れました。スタートしました。ほぼ揃いましたが若干8番ルージュセルテ後ろからになっています。先行争い、まず真ん中6番森のレッドスター、逃げていきました。リードを1馬身、外2番手10番ブライトアゲン、内1番サクセスカラー2、3番手です。4番手固まって追い上げて12番のテリオスサラ、馬群の中からは4番のサフィラ、5番ガビーズシスターが行って、2頭のインコース3番アルセナール、中段の追走となりました。残り1200を切ります。1馬身後方7番コスモディナ、外は9番カレンナ乙女、内は2番のサンセットビュー、3頭固まって追走、3コーナーのカーブにかかります。後方勢13番クイーンズウォーク、後ろから3頭目11番ルージュサリナス、前半600は35秒4で行っています。1馬身半差、8番ルージュスエルテが最後方からとなりました。3、4コーナー中間にかかります。逃げる6番森のレッドスター、リードは1馬身半取っています。2番手3頭広がって外目から動いていく12番のテリオスサラ、この内からは10番ブライトアゲン、 2,3 番手から接近、4コーナーカーブ、インコースから1番サクセスカラー、その後ろ3番アルセナールが内目、馬群の中にサフィラ、ガビーズシスター、外4コーナーをカーブして直線です。逃げる6番森のレッドスター、徐々にリードがなくなって残り400を切りました。内を狙ってサクセスカラー、外からテリオスサラが追ってくる、ババの真ん中に持ち出した中段13番クイーンズウォークが追ってくる、大外から8番ルージュセルテ、今日は追い込んで足を使ってくる、200を切りました。ここで前が広がってババの真ん中、13番クイーンズウォーク抜け出そうとするところ、外迫る8番のルージュセルテ、内を狙って3番アルセナールも伸びてくるが抜け出た、クイーンズウォーク、クイーンズウォーク、白いだゴール、最後3番アルセナール強襲ありましたが2番手、3番手、今日は追い込み8番ルージュセルテの順番です。